国ゴンバズモスクカルシは、ウズベキスタンのカシカダリア州にある都市であり、カシカダリア州の州都である。首都タシュケントの南南西 520km、アフガニスタンとの国境から北西に 350km の地点にある。2012年現在、の人口は約23万人である。天然ガスやカーペット生産が主な産業となっている。カーシと表記されることもある。 町の起源は、ペルシア帝国時代のソグディアナにある地名ナフシャブ、イスラム帝国のナサフ、モンゴル帝国時代のハルシュホトにまで遡る。ブハラン国のマンギート朝時代は国内第二の都市となり、小麦、綿、絹などを生産してはキャラバンで、ブハラやバルフと交易を行う交易都市として栄えた。チャガタイン国の火山時代には夏の主婦が置かれていた。 1364年、ティムールは現在のカルシ南部に要塞都市を築き、これが都市名の由来となった。18世紀にシャフリサブスが都市としての重要性を低下させると、入れ替わるようにカルシは重要視されるようになる。1868年まで20のキャラバンサライと4つのマドラサが建設された。 ウズベクソビエット社会主義共和国時代の1970代前半には、トルクメニスタンにあるアムダリア側からの考え計画が完了し、大規模製麺事業が行われていた。天然ガスを液体燃料へと変換する GTL プラントがカルシのキの 40km 南に建設中である。この工場は、サソール社の GTL 技術を採用しており、年間140万トンの生産が可能である。 工場では GTL ディーゼル、ケロシン、ナフサ、液体ガスなどを生成する。プロジェクト全体の費用は約40億 US ドルであり、中央アジア発のハイテク工場となる。この事業は、ウズベキスタン GTL というサソール社とペトロナス社、ウズベクネフテガスによる合弁事業として行われており、ウズベクネフテガスとサソール社が44.5%ずつ出資。 残りの11%をマレーシアのペトロナスが出資して2009年に設立された。プラントはシュルタンガスや化学コンビナートを基礎にして建設される予定である。カルシには一つの大学と高等教育機関の研究所がある。サッカーの国内最上位リーグであるウズベクリーグに参加しているナサフカルシが本拠地としている。現在国際協力機構によりカルシから テルメズまでの鉄道貨物輸送を電化する作業が行われている。ありがとうございます。